ベッティさんが現れた。そんな可愛い名前じゃねえだろ、こいつ。おる。ああ、逆側の部屋と違って、随分と女の子らしい部屋ですね。可愛い部屋にゃんね。いる。気をつけて。あの子ですよ。見つけた。マック？え？びっくりした。妖怪あれは。今の何？急にぬいぐるみが落ちたけど。どうせ風とかで落ちただけですって。風？でも窓のカーテン、ピクリとも動いてなかったにゃんよ。気にするな。見つけたっていうのはこの女の子のこと？うひょー、ポルターガイスト来たー。ていうか妖怪だに。お、何あれ？怖っ、でかっ。私、ベッティさん。ねえ、こっちへいらっしゃいな。気持ち悪いんだけど、何これ。どうやら、あの妖怪が女の子に取り付いてるみたいでウィス。ほら、一緒に遊びましょうよ。子守歌を歌ってあげるから。もうどこにも行かないで。でっか。ベッティさんが現れた。そんな可愛い名前じゃねえだろ、こいつ。怖い、何？痛いって言いよる、こいつ。狙え。びっくりした。ちょっとやめてや、その痛いって。そうやってさ、攻撃するたんびにさ、痛いとかリアルに言われたらなんかすごい怖いんやけど。痛がらないで。チャージ完了。百裂肉球。あ、やべえ、ジバニャン攻撃される。避けて。ジバニャン避けて。ああ、避けれなかった。怖いって。ブラスター行くよ。ブラスター行くよ。妖怪ブラスター、メダルセット。ブリッジ。よし。はい、来い。うわー。普通。やめてよ。実はか弱い女の子なんじゃないの、これ。ねえ、ただの寂しがりとかじゃないの？やっつけないであげようよね。不気味だからさ。あ、やべえ。ちょ、逃げて。みんな逃げた？逃げ終わった？よし。怖いよ。チャージ完了。あ、天井からなんか落ちてきた。コースバスター。使おう、これ。おし、拾ったね。コースバスター発射。おー、いい感じ。あ、やめて。避けて。逃げてカンフーマッハ。よし。床ビターンやって。怖っ。さあ。たまれ。チャージ完了。白黒つけてやって。白黒つけるぜ。ビシッ。あ、これは、狙う。え、狙えてないよ。ほら。狙えてないって。消えた。待って。お、ありがとう。いいね。ほい。よし。あ、やばい。そこの2匹。百裂肉球はいいんだけど、ちょっとそこの2匹避けよう。避けて。あ、そこまで移動しちゃダメだ。カンフーマッハが。動いて。あー、もうちょっと早ければ。でもまあ、まだ体力は残ってる。これあげるずらー。あ、ありがとう。なんかくれた。ありがとね。もらっとくわ。お言葉に甘えて。あ、やべえ。ちょ、ブラスター。妖怪ブラスターメダルセット。不思議。さあ、来い。あー、なかなかハイはこんな普通やね、また。
さあ行くぞ。あ、もう痛いって言わんなった。ちょっと開き直ってきた、痛すぎて。どうよどうよ、当たってなくね。フィニッシュ。ちょ、逃げてカンフーマッハ。よし、常にカンフーマッハが狙われる。うん、いいね、ありがとう。やった、怖い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 。おー、消えた、勝利、イエーイ。ベッティさん怖いよ。さあ、銀のこけし。銀のこけしかい。もっといいアイテムかと思ったよ。溶けた？あら？ん？あれ？私一体何を？振り向いちゃダメだ。え？姉ちゃん。姉ちゃん？姉ちゃんって、もしかして。まさかマックンってこのお屋敷のお坊ちゃま？カモン！姉ちゃん、こっちに。ダメ。外に行ってはダメ。いい子だから戻っておいで。ここは安全。だから一緒に遊びましょう。あ？黙れ。姉ちゃんは俺が守る。ドロシーは、ドロシーだけは守ってあげないと。ウィス？なんか様子がおかしいで、ウィス。この、エイリアンめ、姉ちゃんの部屋から出てけ。待って。なになに？まさかお母様？え？ドロシー、マック、あのね、あのね。めっちゃびっくりしてるやん、マック。まさか、ベッティさんがマックだ、マックくんたちのお母様だったとは。マックくんが家出してしまった後、お姉様もいなくなってしまわないよう、お姉様に取り付いて、この屋敷から出られなくしていたってことでびすね。でもどうして俺っちたちを落とし穴に落としたりしたにゃん？みんな一緒なら、ドロシーも寂しくない。なるほど。ドロシーさんの遊び相手としてお屋敷に呼ばれたってところですね。やり方は問題だったけど、妖怪になってまで心配してたんだに。だって、母ちゃん病気でほとんど家にいなかったし、サリーおばさんはいつも立派な後継ぎにしなければとか言って、家にいても楽しくなかったんだよ。ごめんね、ごめんね。俺もごめん。これからは家にも帰るようにするよ。マック、いい子。お姉ちゃんのことよろしくね。うん。おー、いい話だにゃん。丸く収まったみたいでよかったでウィス。成仏したってことかな。それにしても、お母様ってばそんなに寂しかったのね。もう、どころじゃないやろ。今度お手紙を書きましょうか。あれ？お母様ってお亡くなりになったんじゃ。そんなまさか。お仕事の都合でお父様と共に別の町にいらっしゃるだけですわ。ええー。じゃあ今のは、あまりに心配しすぎてその思いの力が妖怪になったってことですか？生きている人が妖怪を生み出しちゃうなんて。人の思いというものは恐ろしいのですね。怖すぎやろ。なんか安心したら腹減っちまったな。なあ。それじゃあサリーおば様に何か作ってもらいましょうか。人間寸胴や、ここ。うえ、怖い怖い。あら？皆様どうなさったのですか？それは取り憑かれとった件じゃなくて普通に癖なの？あ、この歩き方ですか？これはただのブリッジ健康法ですわ。とっても健康にいいんですね。不気味だよ。するなするなみんな。怖いわ。これは最高だ。お、なんか久々。マルダ、Wi-Fi を見ながらニヤニヤしないで。気持ち悪いから。カクリ、この Wi-Fi を見てみろよ。今度は何？今度の舞台は、ウエスタンな町、ウォルナービレッジでミス。ウォルナービレッジ、お、行ったことないところに、舞台が広がっていくということか。まあ、とりあえず USA メインということやね。現象が起きるって噂が。ウエスタンの村に鳴り響く口笛、ますますテンションが上がる。これは西部劇のヒーローやね。私のお話聞いてます。次回、
第8章約束のメロディーは荒野に響く。かっこいいな。実に愉快だと思わないかい？いいねいいね、新しい場所。あなたの顔ほどではないわ。さあ早く現場へ向かいましょう。相変わらずのツンツン。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。